もサクサク進めますね。このピピピ言ってるのは探知機だからそのうち切るかも。うるせえと思ったらお前が探索下手なだけじゃねえか。 D ドライブが録画で埋まってるから早く編集しなきゃ。ということでワークショップから表情をモーションに合わせるモッドを導入してきました。今日はこれを近くで見たいので撮影ドローン作成までやります。このゲームの操作慣れてきたかも。リスポーンワープできるポーションあるんだね。リコールポーション的なノリ。こうなってくるとポータルがある場所に拠点を置きたくなるよね。人工ポータルとかもあるらしいけど相当時代進めないとないらしいし、ちなみにこれはスキル振り直して機動力を上げてるぜ。個人的にはこれかなり最強スキルな気がする。うん、序盤とは思えないほどの軽い身のこなし。そういえば近所に行ってない洞窟あるんだった。これ500ダメージあるからガッツないと普通に自分が飛ぶんだよね。こういうタイプが一番楽だけどね。チェックポイント解放したらいつでも行けるので一旦後回し。時代進めるアイテムを集めに行くよ。絶対に弓を要求してくる鬼畜試練。こういうの近接特化してると困るからなんか用意してほしいよね。偏差打ち、ナイス。地域特産の鉱石、丘陵のエメラルドを見つけたよ。こういう風に他とは見分けやすい色してるから場所さえわかれば簡単に見つけられるね。まあ肝心の場所が畜生なんだけど、これ魔物じゃないらしい。新しい集落に到着、依頼を受けたりスミスさんが新しいの売ってたり、でも今のところアイテムもらえる依頼がないからやる意味が薄いかも。新しい塔だけど、マップ解放されるわけじゃないし宝箱の中身がちょっと良くなる程度だから、完成させるメリットは薄いかもしれないね。でもなんかポータルとか人工岩盤の最大数は完成してる塔の数に依存するらしいから、素材が簡単なやつはあげちゃってもいいかも。特産の植物の方もここにあったよ。そういえば異常なステータスの片手剣があったんだよね。序盤にこんなのあって大丈夫なの？多分それギガンデスの裏にあって今取るもんじゃない。じゃさっき後回しにした洞窟の奥行こか。なんかグラビティグローブでこの石のやつを運ぶらしい。HP があって壊されるとダメで、グライダー使うと落としちゃうっぽい。不正やめて。まあアーリーアクセスだしこういうのは仕方ないよね。正式リリースでギミック虫ワークシフトがちゃんと直されてればいいけど、それかティアを最後の方に置いとくとか。で違う洞窟も見つけたから行ってみたんだけどこっちはアスレチックだった。特に縛りとかはなしで反対側に行けばいいらしいね。不正やめて。とりあえず塔修復し始めたけどあそこあんまり得なかった気がする。近くに新手のギガンテスもいてね、足元の宝箱がちょっと気になるかも。ということでね、おもむろに腕貫かれるギガンテスさんかわいそす。中身はそんな気にするものでもなかったね。そんなわけで集落の反対側の廃れたお城みたいなところに行ってみる。どういうわけだ。内側はかなりボロボロみたい。ゴブリンたちが占領してるけどもともと人がいたのかな。しれっと試練もあってね。あ、今のダジャレ。内側見る限りはかなり敵がいそうな雰囲気。さっきのインチキソード使ってるけどやっぱこれ序盤で出していいか力じゃないね。ウィザードに弾む。で3箇所あるこんなオブジェを起動したらギミック解除できた。こういう封印もなんかワークシフトだったら貫通できそうな気がする。解放はできたしダンジョン行くのはまた後で。で前回も戦ったでっかいものさん。カウンター取りやすい攻撃が多いからやっぱ練習向いてる。でこの後は特産がある場所をいっぱい探してたんだけど、なんか全然見つかんなくてさ。試練やってて草。それ違う地方に片足突っ込んでない。遠くへ来たもんだ。ちなみにそこに生えてるの次の時代の特産ね。肩まで使ってんじゃねえか。でなんか対岸にちょっとした小島があって、それビッグなカメラとか。いつまでそこにいるの。いや、なんか突っ込みどころが立て続けにウェーブしてきて、いつもと変わらん風景になってきたな。なんかポータルもあって立地的にもいい感じ。ここに拠点立てるのがいいかもね。そうと決まれば早速整備。しばらくはここに定住するから野ざらしより地面整ってた方がいいよね。この辺の設備も全部あっちに移動するよ。こっちはどこかに行くときにワープが遠くて面倒だからね。もはやマイクラでよく見たストレージ管理。ある程度整備終わったからまた特産品探してるんだけど、どこここ次の地域入ってる定期。なんか先に次の時代の特産見つけちゃったんだよね。純不動ってことでこれで時代進めらんないかな。その後また別の集落も見つけてね。近くにも塔があったし解放だけしとくよ。では場所を調べたので回収していきます。諦めててくさ。まず古代人形はマップ左寄りの後ろの下ぐらい。ワープもあるからアクセスは割といいはずだね。見つけらんなかったのはお前の責任定期。続いて古代機エメラルドのすぐ近くにあったよ。ただの見落としじゃねえか。もうちょっと奇抜な見た目でカモンヌ。では特産が集まったので時代進めます。
って撮影ドローンって電気が必要なんだよね。ではそこでお手頃な野生児を捕まえます。捕まえたのをこちらの発電機に突っ込むと電気ができます。息の良い発電機だね。グレムリンじゃなくて、一回捕まえたら味方扱いだから全体回復で運命できるよ。これが新手の SDGs。 出来上がった撮影ドローンがこちらになります。やっぱカメラ自由操作は UI 側に入れとくべきじゃない？それ言われたところで、までも名目上はドローンだから視点を好き勝手できるのはアドだね。他のゲームだとなかなかこういうことできないし、ということで詰め込みすぎて前回より短くなっちゃったけど、次回はダンジョンを主に攻略してく予定だね。それじゃ今回もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくね。